フォーカスは、フォードモーダーが製造、販売するセダン型、ハッチバック型、ステーションワゴン型の自動車である。初代フォーカス5ドアコリン・マクレーが運転する、ラリー使用車1998年、ヨーロッパで、フォードエスコートの後継者として発表された。フォルクスワーゲンゴルフや、オペル・アストラなどのライバルと差別化するため、それまでのフォード車の印象を一新する。 同感ある平面と鋭角で構成されたニューエッジデザインが特徴である。ボディ形状は3ドアハッチバック、5ドアハッチバック、5ドアワゴン、そして4ドアセダンで構成される。足回りに前幕ファーソンストラット、あとマルチリンク式サスペンションを特徴とした新開発プラットフォームを採用しての登場だった。その一方でシートの着座地点を上げ、それに伴って視界や 操作感覚などを改善したコマンドポストコンセプトを採用するなど人間工学面で当時の第一級水準の研究成果が盛り込まれていた。これらのデザインや設計、走行性能などは C セグメントの代名詞とも言えるゴルフと並び称された。エンジンは当初1.4リットル、1.6リットル、1.8リットル、2.0リットルの ガソリンエンジンと1.9リットルのディーゼルエンジンが用意された。生産は主にスペインのバレンシア工場とドイツのザール・ルイス工場が担当した。このフォーカスは非評価や自動車専門誌からの高い評価を背景に1999年のヨーロッパカーオブザイヤーなど欧州各国のカーオブザイヤーを受賞した。同年メキシコの工場でも来たアメリカの安全基準に合わせた 改変の上で生産が開始されて、アメリカ合衆国、カナダでも販売され、2000年に北米カーオブザイヤーを獲得した。ただし、ヨーロッパと北米ではグレード名が異なり、当初、北米ではエンジンは2.0リットルのみ、5ドアも用意されていなかった。フロントウィンカーの位置や、リアウィンカーの色、内装のデザインなども異なっている。他に、 アルゼンチンの工場でも生産されるなど世界中で製造、販売された。日本では2000年3月に1.6リットルの5ドアハッチバックと5ドアワゴンが輸入され、グレードは最高級仕様のギアのみだったが2000年10月2.0リットル仕様も追加された。この年の日本カーオブザイヤーでは輸入者部門でメルセデスベンツ C クラスに次ぐ2位の投票を得た。 またこの2年間、シリーズ生産台数がゴルフを抜いて、世界一にもなった。2002年、フロントマスク等に変更が加えられ、アメリカでも、その前年秋から5ドアが追加された。それと前後して、2.0ドイチシーターボ搭載、各部を極限に改造した、台数限定のスペシャルモデル、RS、そして、自然吸気2.0ドイチシー搭載の、 ST170 が登場している。日本へは RS は正式輸入されなかったが ST170 はフォーカスのイメージリーダー的車種として年間台数を限定して導入された。日本では他にも電化版 GLX やスポーティナトレンドが輸入された。二代目前期型フォーカスサンドア二代目後期型フォーカス。 5ドア2代目前期型、フォーカス ST2 代目後期型、フォーカス ST2008 年型、フォーカス、北米モデル2ドアクーペ2代目は2004年秋の、モンディアルドロトモビルで発表された。初代フォーカスのデザインを継承しつつ、鋭さを増したスタイルと、シャーシ性能の進化、安全、快適装備の充実が図られている。フォード C1 プラットフォームを、マツダアクスラ、ボルボ S40、 ボルボ V50 と共有する。ボディ形状は、初代同様3ドアハッチバック、5ドアハッチバック、5ドアワゴン、そして4ドアセダンで構成される。ST と呼ばれる、ホットモデルも、先代同様に用意され、ボルボの2.5リットル直列後、気筒 d o h c エンジンを独自に改良し、ターボを装着したエンジンを搭載している。これらのラインナップとは別に、フォードストリート化を手掛けた。 イタリアのカロッツェリア、ピニファリーナとの共同開発によるクーペカブリオレがある。車体の幅が1.8メートルを超えるなど、一回り大きいサイズになっている。ただしサイドミラーを含めた横幅は若干縮まっている。派生車種については、車高を高めたミニバンのフォード C マックスがある。日本では2005年7月より2リットルモデルが発売開始。 12月には1.6リットルモデルが導入され、後に ST も発売開始された。ST については、車体の色が標準で2種類しかなかったが、2006年に世界ラリー選手権のイベント、ラリージャパンに関連し、インターネットでの抽選で10台限定のダイヤモンドホワイト仕様が発売。抽選には BP、フォードラリーチームのエースドライバー、 マーカス・グロンホルムが立ち会った。2008年にドアパネルにプレスラインが入り、フロントマスクが大幅にフェイスリフトされたビッグマイナーチェンジが行われた。一方、北米では初代モデルをもとに独自にモデルチェンジされ、2.3リットルエンジンの追加、ダッシュボードの改変などがされた。北米モデルは2007年1月の北米国際オートショーにて、 新デザインのものが2008年型として発表されている。4ドアセダンと2ドアクーペが用意され、ハッチバックとワゴンはラインナップから外れた。3代目フォーカス5ドア3代目フォーカス5ドアリア3代目、フォーカス5ドアワゴン3代目は2010年の北米国際オートショーで、まず4ドアセダンと5ドアハッチバックが発表され、翌月のジュネーブモーターショーで5ドアワゴンがお披露目された。 翌2011年から販売が開始、フォードの新グローバル経営戦略、ワンフォードコンセプト商品の第一弾となった。生産拠点は、ヨーロッパ、アジア、北米と世界7カ所に及び、約120カ国で販売される、グローバルカーである。外観は、フォードの新しいデザインテーマである、キネティックデザインを採用。さらに洗練されたスタイルと、シャーシ性能の進化。 安全、快適装備の充実が大幅に図られている。北米仕様は2代目の後半から別デザインのモデルが投入されていたが、3代目、登場とともに、再び世界共通デザインに戻された。2012年上半期には単一車種として世界で一番売れた自動車となっている。エンジンは、エコブーストガソリンが5種、デュラトルクディーゼルが3種、トランスミッションは、 パワーシフト6速 DCT のほか6速マニュアルと5速マニュアルが用意される。日本では2013年4月から導入。初代と2代目はヨーロッパ製の車両を輸入していたが、ユーロ高の影響でヨーロッパからの輸入を止めて、タイに新たに建てられた工場で製造される車両に変更された。ウィンカー及びワイパーのレバー配置はタイ仕様に準じているため、 輸入車としては珍しく、ウィンカー右、ワイパー左の日本車同様のレイアウトとなっている。世界約120カ国で販売されるフォーカスは、上記の通り多彩ナボディバリエーションや、パワーユニットを誇るが、その中から、日本仕様に選ばれたのは、5ドアハッチバックの、スポーツの、ワンモデルのみ。2014年3月のジュネーブモーターショーで、マイナーチェンジ版が発表された。 外観ではフロントマスクのデザインが大幅に変更され、最新のフォードがとなり、テールランプも小変更を受けやや小型化された。パワーユニットも刷新され、ガソリンエンジンはダウンサイジングで1.5リットルエコブーストがメインとなり、新たに6速トルコン AT を導入。シャーシの改良、先進安全装備の充実等が図られた。 日本では2015年10月3日より発売開始となり5ドアハッチバックのスポーツとレーンキープアシストやアダプティブクルーズコントロール等のドライバーサポートシステムが充実したスポーツの2種を導入。ヘッドランプは全車バイキセノン HID が標準装備になった。しかし2016年度をもってフォードは日本での販売から 全面撤退することになったためフォーカスの新車販売も終了することとなった。2018年4月10日、ヨーロッパ、アジア向け新型フォーカスを発表。初代誕生から20周年を迎えた。従来通りのセダン、ハッチバック、ステーションワゴンに加え、新たにクロスオーバー SUV タイプのアクティブと、フォードヨーロッパの他車種で、すでに展開済みのラグジュアリースタイルビニャーレを追加。 2018年4月25日、北米市場ではセダンやハッチバック車の販売から撤退することが発表。フォーカスは中国で生産されるフォーカスアクティブのみが北米市場にて販売すると発表されたが、アメリカと中国との間で貿易戦争が激化。中国から輸入する車両に報復関税がかけられることが不可避となったため、同年8月には、 アメリカ国内における販売を断念している。ありがとうございます。